大谷翔平投手の所属するドジャースは17日に本拠地のあるカリフォルニア州ロサンゼルスが5月17日を大谷の日と制定したと発表した。試合前のクラブハウスでプランケット記者は大谷の日が制定されたけど、守るべき伝統はある？と大谷に質問。ツリーを飾ることなども提案したというが、大谷はノーと盛大な祝い方は否定したという。続けてプランケット記者は何を食べればいい？と聞くと寿司と答えた。そして立ち去る間際にもしくはピザと回答した。めちゃ適当笑い。寿司かピザ笑い。アメリカの寿司のスタンダードはカリフォルニアロールとかかな？立ち去り際にピザをあえて付け加えるところが、アメリカ人にも配慮したなんとも大谷翔平らしい気遣いだな。前回のマルガリータからのピザだと思う。この最後の付け足しのピザは先日の好きなマルガリータの種類問答から来てると見た。本当にユーモアのセンスあるよな。10年契約の序盤の序盤で大谷の日成立してて、引退後このペースで行くとアメリカ大統領も泣くはないぞ。大谷の日は寿司が売れるようになるな。大谷の日は寿司を食べる日がアメリカで定着してほしい。このまま行ったら5月17日は寿司の日になるんちゃうか。アメリカだけじゃなく日本の寿司屋さんも繁盛しそうやな。日本で大谷の日を祝うときは寿司を食べるってことやな。来年の5月17日は日本でも大谷の日って言って寿司屋さんが盛り上げてそう。去り際にピザって答える大谷の気遣いがさすがすぎる。いや、大谷の日は寿司を盛り上げていこうぜ。大谷のセンスさすがすぎ。さりげなくピザにも配慮する大谷。こういうところがアメリカでも受けるんやろうな。数年後にはこの日は寿司を食べる日で定着してそう。さすが大谷、寿司をアピールすることを忘れてなかった。なるほどな。寿司とピザを食べる日か。贅沢な日やな。とりあえず5月17日は寿司屋さんが儲かる日になったな。いいぞ、どんどん日本の食文化を広めてくれ。こういうセンスがあるところが人を引きつけるんだよな。寿司とピザか。来年はそれでビジネスできそう。